インテリアマガジンのケントです。今回は予算5万円で寝室をホテルライクに変える8つのテクニックについてお話しします。今日は予算5万円以内で小物を2つ組み合わせ、それらの相乗効果によって寝室に高級感を与えるテクニックを組み合わせ効果の高いランキング形式で解説していきます。アイテム同士の組み合わせだけですぐに取り入れられるので、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。公式 LINE もやっています。 LINE 限定のインテリアコンテンツを配信しているので、概要欄にあるリンクからぜひ友達登録をお願いします。まずは第10位から。第10位は古材のウッドテーブルとボールライトの組み合わせです。こちらはザラホームのリサイクルウッドテーブルと無印のフロアライト丸を組み合わせます。価格は合わせてちょうど5万円。球体状のシンメトリーなボールライトをあえてスツールの上に置くことで、球体の360度の光をより均等に拡散して、かつボール状のユニークな形をスツールによって引き立てます。さらに古材のウッドテーブルと間接照明の淡い光が組み合わさることで、古材の木目のテクスチャーを引き出して、インテリアの中により温かみが増します。スツールのような小さなテーブルにシンメトリーな形状の何かが一つ乗っていることが大事で、こうすることでボールライトがより一層引き立って見えると思います。続いて第9位、洋風の画集や写真集とペーパーウェイトの組み合わせです。画集や写真集に関しては何でもいいと思うんですが、これにザラホームのクリスタルペーパーウェイトを組み合わせます。これで合わせてだいたい1万5000円くらいになると思います。日本の高級ホテルでは読み物としてではなく、演出として海外のセンスのある写真集などが組み合わされて飾っていることが多いですよね。あえて洋風の写真集を置くことで異世界の演出をしています。ここにさらにワンアイテムを加えることで、この演出のクオリティを一段上げます。それは例えばクリスタル調の透明感のあるペーパーウェイト、写真集や画集のザラザラした紙の質感に対してガラスのツヤのある光沢感が合わさることで、それらがコントラストになってお互いのテクスチャーがより引き立ちます。ペーパーウェイトなんかは特に機能的な目的というよりも、テクスチャーによるアクセントの加え方として寝室に置くのはありですね。クリスタルではなくてもスチールやマーブルコンクリートなんかもありです。続いて第8位、ウッドベンチと多肉植物の組み合わせです。ここではザラホームのリサイクルウッドベンチとモリスの多肉植物を複数組み合わせます。合わせて5万円程度。小さな多肉植物はまとめてギュッと飾る方がより視線が集まりやすくなりますが、この時にキャビネのような収納棚の上にまとめて飾るよりも、もっと多肉植物を効果的に演出できるのはベンチのような横長のスツールに一つ一つ多肉植物を並べてあげることです。こうすることで多肉植物専用のディスプレイとして、それぞれの質感をより丁寧に楽しむことができます。続いて第7位、ガラストレイとキャンドルの組み合わせです。ここではザラホームのスクエアガラストレイにディプティックのキャンドルを組み合わせます。価格は3万円程度。これはテクスチャー同士のいい対比ですね。ガラストレイの冷たいテクスチャーにキャンドルの淡いオレンジがいいコントラストになっています。さらにキャンドルの炎の揺らめきがガラストレイを通して拡張して、よりオレンジの光が淡く演出されます。ガラスやキャンドルはインテリアの演出として何かと使い勝手が良くて、いろんなアイテムのクオリティを一段上げてくれると思います。続いて第6位、プラントスタンドと観葉植物の組み合わせ。ここではアンドプランツのプラントスタンドと同じくアンドプランツのガジュマルを組み合わせます。合わせて1万5000円。観葉植物を床に置くというのも当然ありですが、植物にもっとスポットライトを当てる方法があります。それはプラントスタンドにお気に入りの植物を一つだけ飾ってあげることです。
植物を密集させて集団で飾るというのもありですが、それだけではもったいないです。あえてプラントスタンドに一つだけ植物を置くことで、お気に入りの植物をより贅沢に見せることもできます。こういった手法は自分のお気に入りのアイテムに特別感を演出し、インテリアの中でより視線を集める上で、あらゆるアイテムに汎用的に使えるので、覚えておいておきたい手法ですね。続いて第5位、 LED キャンドルと観葉植物の組み合わせです。ここでは IKEA の LED キャンドル、エーテロブトレードとアンドプランツのエバーフレッシュを組み合わせます。合わせて13,000円。キャンドルと観葉植物は演出として王道の組み合わせで、実際にホテルでもよく使われています。例えばエディション虎ノ門、ここのラウンジでは観葉植物のグリーンを引き立てるために、植物の隙間にキャンドルやランタンが置かれています。グリーンとオレンジの照明の相性が良くて、観葉植物の演出として淡い光が効果的です。この手法は自宅の寝室でも応用できそうですね。せっかくの自宅の観葉植物をより引き立てるために、そのそばにキャンドルを置きます。火移りの危険性もあるので、ここではあえて LED 式のポータブルなものを組み合わせました。観葉植物の緑を引き立てたり、葉っぱのシルエットを壁面に幻想的に照らすための取り入れやすい演出だと思います。続いて第4位、オープンシェルフとテープライトの組み合わせ。ここでは IKEA のカラックスとミールバルブを掛け合わせます。合わせて14,000円。ホテルのエントランスでは扉付きのクローズドシェルフではなく、演出として扉のないオープンシェルフが使われていることが多いです。扉をなくして高級感のある陶器やアートを飾ることで、隠すための収納ではなく、見せるための収納として収納を演出として使用しています。この時にオープンシェルフに対してそれを後ろから照らすテープライトとの相性がいいです。もし寝室に物が少なくて自分が飾りたいというものが明確にある場合は、オープンシェルフを使って天板の裏にテープライトを貼って、その中に飾りたいものを設置することで、それがより引き立つと思います。他にもシームレスに設置されたテープライトがオープンシェルフと壁面の隙間を通して反射されることで、寝室の中に淡い演出をしてくれます。続いて第3位、スツールとガラスのフラワーベースの組み合わせです。ここでは IKEA のスコグスタとヘンリー・ディーンのウルルを組み合わせます。合わせて20,000円。こちらも同じくスツールによって見せたいものを効果的に演出する方法になります。今回は高級感のあるガラスのフラワーベースを花を生けるためではなく、オブジェとして扱って、スツールの木のぬくもりとガラスの光沢感のある冷たいテクスチャーのコントラストによって、一つのアイテムとしてまとめ上げます。ヘンリー・ディーンのフラワーベースがそれそのものがアートと言ってもいいぐらい美しくて、これをそのままインテリアのアクセントとして引き立てるためにスツールを使うという方法になります。 IKEA のスコグスタのアカシア材の濃いテクスチャーもガラスをより引き立てくれると思います。続いて第2位、ポプリとガラスボールの組み合わせ。こちらは IKEA のストールとショーンとメニューのガラスボールを組み合わせます。価格は合わせて45,000円。ポプリは香りからインテリアに高級感とアクセントをつける演出です。さらにポプリは家具では出せないカラーをしていることもあって、高級感を出すための視覚的ないいアクセントにもなります。こういったポプリは IKEA では200円ぐらいで買えるので激安ですが、これではもったいないので、ガラスボールによってより高級感を出します。ここで組み合わせるのはメニューのガラスボール。テーブルウェアを中心に展開するデンマークの王室御用達のブランドで、こういった高級感のあるガラスボールを組み合わせることで一気にグレードを上げます。ガラスボールはハイブランドのものでも5万円はしないので、ポプリや小物を高級感ある形で仕立てるには最適です。最後第1位は、グリマとキャンドルカバーの組み合わせ。
グリマは IKEA のもの、そしてこれに LSA インターナショナルのティーライトホルダーを組み合わせます。これで合わせて9000円。グリマはコインのような小さなキャンドルライトです。これをそのままインテリアに使うのも当然できるんですが、ポプリ同様にここに一手間加えてあげます。そこで LSA インターナショナルのガラスの光沢感が美しいキャンドルカバーの中に入れてあげます。これでグリマの淡い光に対してティーライトホルダーの美しいピーコックやアンバーが透過されることで寝室がより幻想的になると思います。先ほどのポプリとガラスボールの組み合わせと同じく、 IKEA でリーズナブルなフレグランスアイテムを買って、それに対してハイブランドのガラスボールやカバーでそれを演出するというのは手軽に高級感を演出するおすすめの手法です。はい、以上が予算5万円で寝室をホテルライクに変える5つのテクニックを小物同士の組み合わせによる演出というユニークな視点で解説しました。今日の話は以上になります。このチャンネルでは憧れの暮らしを自宅で再現するインテリアのコツを毎週配信しているので、ぜひチャンネル登録といいねもお願いします。公式 LINE もやっています。 LINE 限定のインテリアコンテンツを配信しているので、概要欄にあるリンクからぜひ友達登録をお願いします。動画にしてほしいインテリアコンテンツはぜひコメント欄にまでコメントをお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。